やる気元気盛りだきチャンネルでございます。今日も外から、はい、あるシューズのレビューをお願いしたいなと思っておりまして。何ですか？こちらです。あ、見たことないよこちら瞬足です。あのお子さんが運動会の時に、そうです、そうです、小学生の定番。その通りです。瞬足ジャパンというちょっとね、ややアスリート向けというか、なんか本気で頑張る子向けみたいに書いてましたけど、まあ、瞬足の大人版みたいな、子供向けですけど、28までサイズ展開してる、まあ、それだけ、それだけ唯一大人でも履けるサイズなんで、大人でも履けるんですよ。ちょっと森脇さんに今回はどちらかというと、まあ瞬足なんで、まあ、短距離に近いかなというか、運動会をイメージしてこのシューズがどのぐらいありなのかと。瞬足か、なんか瞬足を、子供、うちの息子がやっぱ小学校の時これ買ってましたよ。瞬足早なるみたいな、こうね、CM とかであった。なんかこうやって並べると、こう森脇さんのその履いてたニューバランスと同じような感じに見えてきましたあ、でも足入れた感じ、中学生の時のスパイクを履いたような感じするぞ。そうやってこう紐、あ、紐、ちなみに森脇さんいつもそこに入れてるじゃないですか。はいはいはい、やっぱそれはほどけないように。ええ、そうです。なんで運動、いや運動会とかでよう靴ポーンと脱げる子おるじゃない。あーはーはー、あれ結構短距離の時ってこう紐とかもガッチガチに締めた方がいい。ガッチガチ締めた方がいいですよ。あ、ガッチガチに紐は。そうなんですね、はい、でしっかりくくって、そうそう、なんかほどけないようにね。あ、けど悪ないよあれ悪くないぞ。ちょっとね、今日は運動会を仮定して、うん、グラウンドで、まあ、土のグラウンドでちょっと走ってみましょうか。そうですね、軽くな、あの、流しみたいなやってみましょうか。はい、そう。おお、なるほどなるほどなるほどね、はい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 。いいと思いますよ一般の方が運動会で、あと小学生が瞬足を買おうかどうか悩んでる、はい、そんな子いっぱいおると思いますよ。まあ、もう一本行ってみましょうもう一本行ってみましょう。険しい顔です小学生とか、はい、運動会でちょっとええとこ見せたいっていう、走りたいっていう方々にはやっぱりいいと思いますね。お、いいですか。あの、ね、何がええかって言うたら、ちょっと片貸してもらって、このね、このね、裏がいいですね。へえ、あの、この、この黒の部分、はあ、分かるんすか、うん、この黒の部分がスパイクの代わりになってるんです。陸上競技で言ったらスパイクの代わりになってるんですよ。なるほど。ものすごくここに秘密がありますね、この黒部分に。へえ、はい、だから、あの、よーいドンっていった時に滑らないんですよ。 スパイク代わりになるか、噛んでくれるか。なるほど、これが噛むから。だから水曜、あの、子供とかで滑る子とかいるじゃない、ね、いるでしょ。とかカーブでこける、カーブでこけるとか、そういう意味ではこれものすごく、あの、お安く、お安く、あの、いい裏を作ってますね、このソールが。なるほどなるほど、ソールがいい。へえ。ただ、まあ、お値段的にもね、5000円切ってますんで、ここの部分は、まあまあ、その足入れた部分とか中のインソール的な部分はまだまだ改良はしないといけないかもわからないけどただ小学生とかにはいいと思う。へえ、うん、あの、ちょっと速くなるっていう感じかな。まあ、ちょっと僕 もう次小学生の子供がおるんですけど、うんうんうん、ちょっと不安じゃないですか、うん、なんかこうアシックスとかナイキとか履かしといた方がいいんかなっていう気持ちもありつつ、うん、瞬足やっぱ人気あるし、僕は小学生 あの土のグラウンドで行くならば瞬足でいいと思いますね。お値段的にもリーズナブルですし。なるほど、はい、土ならば、土ならば
これやっぱ土ならばこれですね。土ならば想定してる感があるんですか。はい、土ならばこれですよ。へえ、うん、そんなちゃうもんなんですね。はい、だからちゃんとおそらく陸上関係、陸上やってた人がこれ作ったんちゃうかなっていう感じはしますけどね。ちょっと舐めてましたね。舐めてました。舐めてました。意外と短い距離とかマラソン大会ぐらいの人のグラウンドでは小学生に人気あるっていうのは分かりましたね。へえ、まあ、ちょっとね他の瞬速も最終的にできないんで、あのこのジャパンというモデルに限ってしまうかもしれないですけど、これならあり、これならありですね。で、あの運動会を狙うお父さんとか、お父さん、はい、我々の年齢の方は小遣いやっぱ大変と思うんで、はい、これで10メートル。おお、なるほど。まあ運動靴とかスニーカー持ってない人結構いますから ね、 からね、革靴だけっていう人が運動会に一足ってなったらこれで十分やと。十分です。大人でもこれ十分って。あと社内運動会ね、はい、社内運動会でちょっといるとかいうのはもうこれで十分ですよ。ちょっと瞬足空いてるって言ったらちょっとボケにもなります。ボケにもなるし、それと物はすごいいいですよね。え、はい、おすすめです。ありがとうございます。ただあのフルマラソン3時間半とか4時間とかっていう人はまたもう全然違う。それはそうですね、また全然違う話あります。マラソン、大人のマラソンで履くようなもんではないと。これ違います。あくまで土、あくまでも。なるほど。そしてあの運動会で頑張れたお父さん、はい、これで十分だと思います。